1勝2敗。巨人は DeNA に連敗、アドバンテージと合わせて1勝2敗となり、 DeNA にリードを許した。尾形をうんこ、もうこれヘルナンデス呼んでくるしかないだろ。岡本頼りメジャー行かれたらどうすんのこれ。戸郷も菅野も仕事してるぞ、2失点の投手陣に文句言ってるから岡間のソフトボール言われるんだな。言ったろ、横浜はベースボールさえ発動しなきゃ強いって。 CS 打率小林10割大きい0。しかしすごい打線だよ、1点取るのがやっと。こんなチームが日本シリーズ出たら野球の神様が怒るだろ。横浜が強いからとかじゃなく、単純に弱いはどのチームとやっても勝てないんじゃないか。マジでヤバくね、怪我人でまくりの横浜にこれやもんな。ドジャースとソフトバンクは本当に強いな。ソフトバンクもアドバンテージなんかいらねえもん。ソフトバンク日本一でいいよ、もうマジで敗退するぞ。こいつらマジでドームで打たなくない、ビジターの方が勝ってるイメージしかない。ほんと何とかしろ、また明日とか言ってる場合じゃないんだぞ。短期決戦だぞ。0点、1点、明日は2点取れそう。 W 助っ人のおかげで後半勝てた、いなければこうなる。直樹も明日の吉野さすがに打てるだろ。背が着すぎ、短期ももつれるから、結局その時調子良いチームが通過するだけ。阪神も横浜にやられるし、どこも着すぎ。戸郷菅野で黒星もう終わりやね。もう優勝したらパレードやっていいだろ。日本一縛りだと1勝できんぞ。丸125を超え、125-13-000岡本、333岡本の前にランナーたまらないんだから点取れるわけねえわ。日シリで言ってもかけるよいよな。スイープくる。昨日4安打、今日5安打、我が軍は成長してます。